今まで自己紹介はしてなかったんか。まあ自己紹介が必要かどうかは知らんけど。ピピピ。5号ゴッドタワー最上階だぜこの野郎。おいさん。ついにここまで来ましたね。この先に5号ゴッドファーザーが。うわ。UFO ストーンが。そういえばその石、前にもこんな風に光ったよね。もう存在忘れとったわ。ああ、マクラーン洞窟やら UFO に近づいた時だな。でも、このフロアに来てからあの時よりずっと強く反応してやがる。5号ゴッドファーザーの UFO と、きっと光り合ってるんだ。なるほど。ということはその石、本当に UFO と関係があったんですね。とにかく今は先を急ごうぜ。妖怪たちのピンチなんだからよ。ええ、そうですね。あれ、もしかしてマック、今妖怪って言わなかった？あ、ほんとや、普通に聞きよった。あ、ほんとだ。マックは今までずっと、妖怪じゃない、エイリアンだって言い張ってきたのに。あのな、今まで俺がどんだけお前らと冒険してきたと思ってんだ？エイリアンじゃないって気づかない方がどうかしてるぜ。ですよねー。まあ確かに。別にどっちでもいいんだよ。妖怪でもエイリアンでも。だってどっちも不思議なもんってことに変わりはねえんだから。そういうところ、なんかマックらしいね。さあ、5号ゴッドファーザーの元へ急ごうぜ。おー。ワルボは一切会話に入ってこんけど、しかも消えたし。とりあえず回復しといて。さあ行くぞ。ゴゴゴゴッドファーザー。よし。うわ、黒服がおるよ、黒服が。え？え？黒服じゃねえ。お前は、出やがったな。ガキども、やはり気負ったか。お前、最後まで立ちはだかる気か。お前、ゴゴゴッドファーザーの手下だったんやね。わしはいいんじゃねえの。ゴゴゴッドファーザー様の右腕よ。ミーたちはあいつに用があるだに、そこを通すだに。ん？今まで自己紹介はしてなかったんか。まあ、自己紹介が必要かどうかは知らんけど。そう言われて、ん？そう言われて、はい、どうぞ、と通すでも思っとるんか。そりゃあそうですよね。けど通してもらうぜ。妖怪たちのためにもよ。そうでウィス。何度も戦った相手ですし、今度だってきっと勝てるはずでウィス。確かにお前らにはそれなりに実力があった。それは実際に戦ってきたこのわしが認めてやろう。なんで上からな。じゃがわしにも、意地ってもんがある。555年もの長き間、お帰りになるのをずっと待ち焦がれたボスの前で、これ以上無様な姿を晒すわけにはいかんのじゃ。ボスの邪魔はさせん。最初から全力で行かせてもらうけえの。最初からそっちの携帯っすか。まあ、やっつけるけどね。やっつけるけどね。まあ、いいんじゃないのが現れた。さあ、行くよ。こっちだって最初から全力で行くよ。はい、ブラスター。来いよ。妖怪ブラスター。メダルセット。うすら影。さあ、はい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 。はい、いやー、普通。普通。あー、しかもうすら影遅いな。もっと早いのにすればよかった。ポカポカとかにすればよかったわ。でもポカポカ今全員表に出とんか。全員通過。ふっ、おっさん乗ろ。ダメだな。よし。ってことで、とりあえずは、あ、避けて。とりあえずは避けて。避けてもらった上で、入れ替わりをしたいんだ。はい、入れ替わり。まあ、ぶっとたっけの、まとかで言われても。さあ、とりあえずじゃあ。はい、つなげろ。あんたはその辺の雑魚キャラみたいにひょいひょい移動しないと思うから。チャージ完了。早すぎ、笑ったダブル。ピリー。よし。じゃあ、狙っとこう。はい。んで、必殺技。あー、キラコマはちょっとダメやね。必殺技の範囲が。よし、これで。いけるいける。まあ、いいんじゃね、まあ、いいんじゃね。うるさいよ。スピーディーダブルがロックオンされた。ロックオン、あれ？ねえ、狙ってる位置変わったことない？なんか。私、もうちょっと下の方狙っとくと思うんやけど。ほら、何あれ。あ、目玉か、あれ。ちょ、待って。
当たらねえんだよ。だからブラスター早くたまれよブラスター。あ、待って、めっちゃみんななんか、はい、お払いお払い、すげえ取りつかれとるやん。やべえやべえ、しかも不調やな私。こいこい、よっしゃこい、全然ダメ。はいこい、お払い完了。うわ、お払い完了しちゃったんで、なんか爆発したけど。よし、ブラスター行くよ。妖怪ブラスター、メダルセット。ポカポカ。さあ、来い。はい、はい、はい。お、あー、もうダメやん。何通り過ぎよん。あ、でもだいぶ減っとんな。ちょ、全然追いついてない。私が追いついてない。あ、やっぱりこれぐらいのスピードが一番いいね。ポカポカいいよ、ポカポカ。あ、でもあんまり減っとる感がないな。フィニッシュ。よし、チェ、お払い。あ、待って待って待って、お払いの前に、はい、みんな移動移動。はい、避けて避けて、さささっと避けて、はい、オッケー。そして、お払いしとこ。なんこれ、ちょっと。岩多すぎやろ。どんだけ取り付いたんじゃ。強力すぎるわ。レベル3やし。やっぱこのレベルになっての取り付けはきついね。ありがとう、いいね。はい、お払い完了。で、必殺技。いける。範囲来た。あ、待って待って待って。こっちも避けなあかんのやないそれ。あ、大丈夫。え、わからんわからん。大丈夫。いや、大丈夫じゃねえわ。チャージ完了。はい、いけ。全体やん。避けれねえ。キラキラ星。ちょ、それ狙いたいんだけど、私。え、いけ。あー、ダメやった。くっそ。くっそってことは、またちょっと、あの辺狙っといて。体力は大丈夫ね。はい、こすれこすれこすれ。濃いぞ。濃いぞ、霧。霧かどうかわからんけど、煙。はい、お払い完了。あ、キラコマ。あ、キラコマだけじゃない。はい。避けて避けて避けて。避けた今。あ、避けたんか。避けた？よくわからなかったんだけど。とりあえず、はい、来い。あ、一発でいけんかったな。さあ、いけい。スピーディーダブル、ダブ、ダブリュー。早すぎ笑った、ダブル。さあ、シャッシャッシャッ。お、いい感じじゃね。ってことで、はい、ブラスター。妖怪ブラスター、メダルセット。これでとどめが刺されたらいいんやけどな。さあ、今。さあ、来い。アタックモード。さあ、行くよ。呪い、呪い、呪い。ポカポカが良かったかな、やっぱり。いや、いけるぞ。あー、いけないか、これは。あー、微妙にいけないね。フィニッシュ。これで決めたかった。これで決めたかったよ。まあいいや。はい、大釜いくよ。はい、叩き叩き。チャージ完了。そして、あ、大釜がロックオンされてる。大釜変化の術。誰も取り憑かれてないね。大丈夫ね。よし。終わった。ちょうど守った方がいいかな。大丈夫か、とりあえずは。うん、殴りじゃけん。じゃけんって言われても。お、いけるぞ、これ。おっしゃー。目玉を出したけど、ちょっとダメだったね。遅かったね。それか、やられるけん目玉出たんかな。勝利。イエーイ。急に平和な音楽。ほら、どこまで行っても君は私には勝てないのだよ。流星のバッジゲット。いいんじゃね？ぐぅ、まさか、これほどとはの。イエーイ、今度こそ消える？倒せた？やりましたね。ケイタくん。しよっしゃ。すんません、ボス。わしは負けちまいましたよ。なんかちょっとかわいそう。この妖怪、ボスのことをずっと待ってたんだよね。悪いことして追放されたボスの帰りを555年も待ってたなんて相当じゃない？まあね。そんなに555なんとかさんってすごい妖怪だったの？いいんじゃね？555年か。長かったの。ゴッドファーザー。いや、
ゴゴーゴッドファーザー様は悪の限りを尽くしたと言われ、尽くした言われとるがの、最初から悪だったわけじゃない。昔ボスが教えてくださったんじゃ。もともとは善良な普通の妖怪だったと。善良な妖怪ってなんやろ。子供の頃、偶然 UFO を見たのをきっかけに、とにかく未確認生物やら、大パーツやら、不思議なものが大好きになり、もしも本当にいたら、と空想するような、夢見がちな少年だったそうじゃ。それが、どうした悪の道に？周りに UFO を見たと話しても、誰にも信じてもらえなかったからじゃ。それどころか、嘘つき呼ばわりされ、ボスは心に大きな傷を。なるほど。それで妖怪ワールドのはみ出し物になっちゃったらね。はみ出し物か。みんなからはそう思われてるかもしれんが、わしにとっては恩人じゃった。どういうこと？恩人？拾っていただいたあの時から、わしはボスに尽くすと決めたんじゃ。じゃけえ、なんと言われようと、後悔なんてしとらんのじゃ。こいつにもこいつなりの考えがあったにゃんね。ああ、もし叶うのなら、ボスの夢、ボスが作った新しい世界ってやつを、この目で見てみたかったの。いいんじゃねえの。うわぁ、なんかちょっとかわいそうになってきたね。でもその夢がみんなに迷惑をかけるって言うなら、やっぱり俺はダメだと思う。ケータいいぞ。だったら進め。どうせわしには止める力は残っとらん。ボス、最後までお供できんで、すんません。うおー。なんかこいつだけ儚げな感じで消えてったよ。行こうみんな。ゴゴーゴッドファーザーのところに。ああ。はいな。ああ、いいんじゃねえの。555年が無駄に。さあ、ついにゴゴーゴッドファーザーとの最終決戦でウィス。相手は伝説の大妖怪。皆さん、準備はバッチリですか？待って、回復しとこ。しっかり準備してから行きましょう。待ってね、そこにキュッピーおったよね、確か。遠いな、廊下長。こんなんやったっけ？ついさっきのことやのに忘れとる。はい、回復。よし、乗り込むよ。ゴゴゴゴッドファーザー。さあ、これで倒せんかったら、いいんじゃねえのに申し訳ない。申し訳ないとか思わんでいいけど。はい、バッチリ、行きましょう。では参りましょう。妖怪ワールドの平和のために。おー。うわ。急激にすげえ景色だな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。